他では聞けない美容医療の悩み相談、ドレクエ広場。このコーナーは口コミ広場に寄せられた美容医療に関する悩みや疑問のどれか一つのクエスチョンに専門家がお答えしていきます。今回のテーマは、お腹のたるみは整形で治せますか。この質問に答えていただいたのは、大塚美容形成外科石井秀則先生。整形でお腹のたるみは取れますか。はい、取れます。お腹のたるみを整形手術できれいに取ることができます。出産や急激なダイエットによってできたお腹のたるみ、きれいに取ることができるそうですが、その方法とは。だいたいその下着のラインに合わせて、パンツのラインに合わせて、その上のところで横に切開して、で皮膚を取るんですけども、でこの中に腹直筋という筋肉が両方に1本ずつあります。でこの筋肉を縫い合わせて、そうするとそのたるんだお腹が引き締まるんですね。で余ってる皮膚の部分を取ると。石井先生によると、たるみのできたお腹は皮膚を切除し縫い合わせることで治すことができるのだそうです。その際、腹直筋を縫い合わせることで綺麗なボディラインを作れるんだそうです。さらにこんな効果も。腹直筋を縫うので、この外腹斜筋って、その外側にある筋肉がありますけども、そこもこう形が出るようになるんですね。なので、くびれたウエストを作ることができます。なんと、腹直筋を縫うことでお腹の外側にある外腹斜筋も一緒に引き締まり、くびれたウエストができるんだそうです。ただし、こんな注意点が。傷は基本的にはなくなりません。傷の線としては残ります。ただ6ヶ月ぐらいすると赤みが消えて、目立たないような線になってきます。ということで、お腹のたるみ取りの施術を行うと腹直筋などが引き締まり、理想的なウエストになりますが、傷はなくならないそうです。ここでオンエア未公開、たるみ取りの手術後に必要なケアとは。入院していただいて、で傷の管理をしなければいけないと。術後に一般的な外科の手術された後も同じなんですけども、染み出す液があるんですね。体液っていうのがありまして、それがその手術した部分から結構出てきます。だいたい1週間ぐらい必要になります。これって新しい彼にバレない？理想の二重になれますか？マルタの皮膚の除去手術をしたいと思います。軟膏以外のどんな治療法？皆さんの口コミや相談、毎日チェックしています。月間100万人以上が利用している美容医療系ポータルサイト、気になる美容医療は口コミ広場にお任せ。